阪万博中止の真相とは？に対するみんなの反応集。税金を無駄にしないで。維新に投票した自分たちを恨んで、費用は大阪民で負担して、代案を出してほしいんだれ。国の事業だから税金使うけど、維新の力は落ちてない。維新信者だけ金払え。大阪万博は IR 統合型リゾートのためのインフラ整備の隠れ蓑で、本命は IR だと主張している。維新はそれで儲けるために必死で、 IR ができても外国の富裕層がカジノで儲かるだけで、日本の貧乏人は損をする。 IR の堂本も外資で、国民の税金を使って外国人を儲けさせる計画だと批判している。雨でも建築するためカッパ提供する。無駄遣いが増えるから中止すべき。参加国への保証金は約350億円。みんなの反応としては、税金の無駄遣いへの批判が多いです。少数意見としては、維新の力が落ちていないという意見もあります。当チャンネルの意見として、税金の無駄遣いを避けるため、費用の増加分は関係者で負担し、国の税金を使わないようにするべきだと考えます。ニュースのリクエスト募集中です。取り上げてほしいニュースをコメントで教えてください。